なんだっけ最初は川口君。川口君。ちょっと待ってね。日本語がめちゃうまいよね。すごい。だから、インターネットで教えてもらってた。あ、そうなんだ。まさちゃんと、まさちゃんをカットしていただいた。いや、本当に久々にこんな感じになって、いいですね。これシルバーですね。シルバーです。いいね。レンタルで、レンタルできるんですか、これ。ちなみにレンタルってこれいくらするんですか。0円。そう。で、1回やると100円なんですけど、その利益の、30% もらえる。あー、じゃあ逆にただで入れて、お客さんが払って1万円払ったら 30% 3000円もらえるっていう。はー、残り7000円もらえる。お、すげえ。これ誰かに書いてもらったんですかね。これ俺が書きます。マジで、すごっ。こんなの書けるんすか。書けました。かっけえ。難しかったです。昔からこう書いてるってことですか。いや、違います、違います。一応絵描くのは好きだったんだよね。どういうことですか、それ。作ったの。いや、違います。これ探してくるんです。犯罪とか、このところとか結構いけるんで。こんないいじゃないですか。750円。これはこれはただですよ。その辺にあったやつに自分で作ってたの。それもこの足とかあれですよ。500円ぐらい。マジで500円ぐらいと廃材や。いや、これはなんか普通のなんか木売ってるところで売って、これはオーナーが捨てるって言ってた、なんだっけ、学習机の校舎の横の場所を取って剥がして、すげえ、さすがのセンスっすね。僕いつも汁物頼むじゃないですか。そんなん汁か。いや、いいっすね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。すいません。